はい、どうもエナジー福田です。今回はフロッグに P ラインを結ぶ方法を紹介していきたいと思います。この結び方はダブルラインになるので強度が強く、そしてルアー交換が簡単になるという結び方なので、ぜひ試してみてください。はい、結び方はまず P ラインをこういう輪っか状にします。そして余り端と本線を押さえます。はい、そしてこんな感じで持って右手をくるっと回してここをひねっていきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 20巻くとここがねじられます、はい、でこの状態で余り端を引っ張っていくとこのねじりが強くなるんですよね。でここの状態から余り端を口で加え、右手の輪っかを広げながら加えた余り端ラインのテンションをゆっくり緩めつつ右の方に持っていくと結び目のところに余り端ラインが絡みついていきます。はい、ラインを巻きつけた後は余り端ラインを戻らないように押さえておいてください。そして輪っかの上の方に余り端をハーフヒッチで結びます。はい、これで仮止めが完了しました。はい、で次は輪っかの2本ともを巻き込む形で余り端を3周巻きつけてエンドノットをやっていきます。でキュッて締めます。はい、この時に結び目全体的に色が変わってたら OK です。しっかり締まっていると濃い色になって、結び方が足りてないと薄色、まあ、ラインそのままの色になるんで、それを締め込めてるかどうかの基準にしてください。回転させたヨレがここに溜まってるんで、逆回転させてヨレを取ります。そして余り端をカットします。はい、結び目がここで、輪っかの先がここで、ビミニツイストはこれで完了なんですけど、今回は輪っかの先の方に8の字結びになってますよね。8の字結びをやっていきます。そしてこの状態で引っ張るとこっち側に結び目が来ちゃうんで、上に結び目を押しやりながらできるだけ先っぽの方で結び目ができるようにしていってください。はい、こんな感じです。はい、で全体図を見ると微妙にツイストがあって輪っかがあり、先っぽにさらに輪っかがある、この状態ですね。はい、で実際にフロッグに使うときは輪っかの先っぽをルアーに通し、で通した側を広げてこの輪っかの中にフロッグを通します。でゆっくり引っ張ってあげる。そうするとキュッと締まります。これで結べてます。はい、でルアー交換の時はさっき作ったコブの先端側を引っ張るとヒュッとラインが広がり、この広がった輪っかの中に再度フロッグを通すとスルッとほどけます。はい、この結び方をやればルアー交換もやりやすくなるんで、ぜひ試してみてください。ということで今回の動画は以上です。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。